エースケック。ルイエミゼラブル・ビクトリ・ユ号。作品のアウトライン。上に泣く、幼いおいや、めいのために一遍のパンを盗んで懲役を課せられたジャンバルジャンは、19年も時計上に過ごして、46歳になってや、と釈放される。 1815年、アーテルローの年である。惨めな姿のうろんな旅人に家々は扉を閉ざす。虹の司教ミリエルが、彼を人間としてもてなすが、時計の間に悪を身に染み込ませたジャンは、司教の人気を盗む。しかし、司教はこれを許し、贈り物として与える。これをきっかけにジャンは立ち直り、 全と徳の道へと向かうようになる。ジャンは名を変え、北部フランスに住み着き、町の発展に尽くし、人望を集め市長となる。しかし、全家者は、社会復帰を認められていない。往年のジャンも見知っている霊国無情なケ部ブ・ジャブエルは、彼に疑いをかける。檻から誤ってジャンバルジャンとして捕らえられた男があり、 ジャンは、一夜の苦悩の末、自らの正体を告白し、男を救う。財産を隠した後、再び捕らえられて徒刑衆となるが、そこをなれ、かつて市長時代に発行の女ファンチームにその死のとこでした約束を守って、人気人のペナルリエ夫婦の下で、で、惨めな幼年時代を送っていた娘コゼットを救い出す。 パリにコゼットと共に今日定めたジャンは、初めて愛するべき子を得て、その心は人間としてさらに成長する。しかし、ジャベールの追求はここにも伸び、二人はある僧院に身を潜め、ここでコゼットは美しい娘に育つ。やがて僧院を出て街中にひっそり暮らす二人が散歩の道で出会う青年マリウスと、 コゼットは、密かに恋心を抱き合うようになる。それを知ってジャンは嫉妬に悩む。折しも1832年6月、共和派の反乱が起こり、マリウスもそれに加わる。ジャンもそれを知ってバリケードに赴き、スパイとして捕らえられていたジャベールを逃がし、傷ついたマリウスを、コゼットを奪う者として、半ば憎みながらも、 地下水道を通って救い出す。その出口で再度まみえたジャベールは、二人を送り届けると、セーヌに身を投げる。気づいたマリウスとコゼットは結婚し、取り残されたジャンは衰弱していくが、ジャンの正義と慈愛の心を知ったマリウスは、コゼットと共にジャンを訪れ、二人の愛に包まれてジャンは、息を引き取る。その枕部には、 かつてミリエル司教から与えられた銀の食材が灯されていた。